オクラホマはアメリカ海軍の戦艦、ネバダ級戦艦の2番艦、艦名はアメリカ合衆国46番目の州にちなむ、蒸気タービンの代わりにレシプロエンジンを手機に採用した最後のアメリカ軍艦艇であり、最後まで振動問題に悩まされた。オクラホマは1912年10月26日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港された。 1914年3月23日に、ロレーナ・ジェイク・ルースによって浸水され、1916年5月2日に、初代艦長、ロジャー・ウェルズ大佐の指揮下収益する。バージニア州ノーフォークを母校としたオクラホマは、大西洋艦隊に加わり東海岸で訓練航海を行い、その後1918年8月13日まで、姉妹艦ネバダと共に、ヨーロッパ水域で、 連合軍の戦団警護に従事した。12月には、ウィルソン大統領のフランス訪問での警護官の役割を果たし、12月14日に、キューバ水域での艦隊演習参加のためニューヨークを出港した。翌年6月15日に、ブレストに戻り、ウィルソン大統領の2度目の欧州歴訪での警護官として随行し、7月8日に、ニューヨークに寄港した。 1927年9月から1929年7月にかけてフィラデルフィアで近代化改修が行われ、その後カリブ海で艦隊演習に参加した後1930年6月に西海岸に戻り、1936年の春まで作戦活動に従事した。1936年の夏は士官候補生を乗せヨーロッパへの訓練公開を行い、 北部の港を訪問した。この航海は、スペイン内戦の勃発で中断され、オクラホマは、ビルバオを7月24日に訪れると、米国民及び他の避難民を救出してジブラルタル、及びフランスの港へ向かった。ノーフォークに寄港したのは9月11日であり、その後10月24日に、西海岸へ向かった。続く4年にわたってオクラホマは、太平洋艦隊において、 陸軍との共同作戦及び予備役兵の訓練に従事した。メリーランドと転覆したオクラホマサルベージ作業中のオクラホマ1943年3月29日の撮影オクラホマは1940年12月6日からハワイ新珠湾を母校としていたが、1941年12月7日、同湾内で日本軍の攻撃を受け、 第一次攻撃隊の集中攻撃を受けたオクラホマには多数の魚雷が命中し転覆沈没した。脱出した乗組員の多くは隣に停泊していたメリーランドに乗り込み対空機銃の射撃を続けた。この攻撃で20名の士官及び395名の兵士が死亡、行方不明となった。戦死者のうちの一人。 アロイシウス・シュミット神父は第二次世界大戦で戦死した最初の従軍主催であった。32名が負傷し、多くが転覆した戦隊内に閉じ込められた。フリオ・デカストロをはじめとする多くの港湾作業員たちの英雄的な努力により32名の兵士が救助された。その後は最低限の処理が行われたのみで、真珠湾内にて、 横転着底状態のまま放置されていたが、1943年3月にサルベージが行われて、不要12月28日にカドック入りする。修理の上外階層による戦列復帰が計画されたが、ドックでの調査の結果損傷が激しく、修理は断念された。1944年9月1日に退役扱いとなり、武装や上部構造を撤去した後、 1946年12月5日に、カリフォルニア州オークランドのムーアドライドック社に売却された。1947年5月17日、2隻のタグボートに栄光されて、サンフランシスコに向かう途中、新珠湾から540マイルの海域で嵐に遭い、浸水が始まって傾斜が始まった。連絡を受けた海軍本部は、新宿湾に引き返すように指令したが、ほどなく、 オクラホマは沈没してしまった。沈没場所は特定されていない。オクラホマは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞している。ありがとうございます。